2015年間チャンピオン決定戦 C ブロック3人目は緊急来日カラオケバトル参戦のために海を越えてやってきたこの女性勝つ気満々でやってきた彼女こそがカラオケ世界チャンピオンディアナ・ビジャモンテカラオケワールドチャンピオンシップス年に一度開催され今年で13回目を迎えたカラオケの世界一決定戦30の国と地域を代表するアマチュアシンガーが出場とんでもない実力者ぞろいの中ナンバーワンの座に輝いたのがディアナ・ビジャモンテ from パナマ20歳のカラオケ世界ナンバーワンシンガー彼女が暮らすのはパナマ共和国この国で一番の娯楽が人口わずか380万人のパナマにもかかわらずこの3年の間に2人もカラオケ世界チャンピオンを輩出しているというまさにカラオケ大国来日後の最終調整でも絶好調カラオケ世界チャンプディアナ・ビジャモンテ from パナマその勝負曲はセリーヌ・ディオン To Love You More 日本のドラマの主題歌にも使われミリオンを達成した世界的名曲パナマからこの大会のためだけに緊急来日カラオケ世界チャンプは暫定1位の座を奪えるか世界王者の歌唱力果たして暫定1位宝塚奈良瀬リリコを超えられるかそして崖っぷち鶴野はどうなるどうぞさあなんとかパナマから来てくれたディアナさんにはあの席に座ってもらいたい鶴野さんもなんとか出資したい何点だ何点だ何点だ何だ何だ0 90 90 90
前回は97点を超えた。さあ今度は何ていくのか。もっと上がれ、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 もっと上がった。はい、98.077 ということでディアナ・ビタモンテさん暫定2位です。おめでとうございます。ありがとうございます。よかったね、ディアナさん。残念だ、もうちょっと高ければ。まあでも頑張ったんだけどな。鶴野たけし、健闘むなしく敗退。続いての挑戦者は、ちょっと心拍数がステップしてきてる。いい気持ちだ。はあ、集中力に変えます。なんちゃってみたいな。2015年間チャンピオン決定戦、プロシンガーが激突する C ブロック。4人目は元祖カラオケバトルの歌姫、森口博子。今年デビュー30周年を迎え、これまでリリースしたシングルは実に30曲。 NHK 紅白歌合戦にも過去6年連続出場といったキャリアを持つ実力派。そんな彼女はこれまでカラオケバトルに9回出場。そして毎回高得点を記録し、常に優勝争いに食い込んできた。歌入るともう人が変わりますよね。実力は折り紙付き。この大一番にベテランの意地とプライドをかけ選んだ勝負曲は、カモメが飛んだ。渡辺真知子、カモメが飛んだ日。日本レコード大賞最優秀新人賞にも輝いた世代を超えたヒット曲で、目指すはもちろん決勝進出。ハーバーライトが朝日に変わる、その時一羽のカモメが飛ぶ。元祖カラオケバトルの女王、その名にかけて暫定1位 98.945 超えを狙う。どうぞ。さあ、イアロさんは 98.077 なんて、なんてんだ。ゼロ、90、あったいね。さあ、もっと上がれ。さあ、ティアナさん98点いってる。98.077 超えるか。お願いします。97.29 ということで、森口博子さん、ここで敗退となってしまいました。いや、もうちょっと行くと思ったでしょ。98行きたかったですね。ディアナさん、よかったね。Gracias。 ありがとうございます。あははだって。2015年間チャンピオン決定戦、各ブロックから2人が決勝進出。 C ブロックを勝ち進み、この4人と決勝で戦うのは誰だ。 C ブロック残るは4人。20歳の演歌王子、徳永ゆうき。プロになって2年目、去年日本レコード大賞新人賞にも輝いた演歌新時代の担い手、徳永ゆうき、20歳。彼の武器は、天からの恵み、2秒に1度入る驚異の拳。それは自身のルーツであり、カラオケバトルの女王、木月みなみと同じ奄美民謡から授かった宝物。貫禄すごいよね。そして初出場で見事準優勝というカラオケバトルデビューを果たしたが、すごいんだ。
その後は4戦連敗。89年に発売された不朽の名曲。封印を解き選んだ演歌、自慢の拳連打で暫定1位の座に座れるか。知らず知らず歩いてきた細く長いこの道で、こぼこ道や曲がりくねた道、ああ川の流れのように緩やかに、いくつも時代は過ぎて。どうぞ。さあ、どこだか行ける。演歌徳永、宝塚とカラオケ世界チャンピオンを超えられるか。さらにこの後、優勝候補宝塚のリリカ、そしてケミストリーになりかけた強者が登場。再び何かだ。どうぞ。どうぞ。さあ、徳永いける。なんて、なんて、なんてんだ。1、8、6、98点以上取ら、3、8点以上出せばあの椅子に座れる。5、6、もっといけ。もう一ついけば、もう一ついけば、もう一つ。98.68ということで、徳永ゆうきさん暫定2位です。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。カラオケ世界チャンプ、パナマの歌姫ディアナさん、ここで敗退。